3月18日月曜日、ニュースオペイドアシスタントの川島典子です。よろしくお願いします。本日のゲストはジャーナリストのロバート・ホワイティングさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日のアンカーはノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木雅之さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日の AI ニュースヘッドラインです。日本でのプレシーズンゲームに出場しました。イチロー選手3打数ノーヒット、はい、まあ、本当にヒットが打てそうな気配がなかった。で、丸山さん、あのイラストありがとうございます。いつもありがとうございます。今日は顔似てますよ、すごく。くそ、球が遅すぎるんじゃいというふうに言ってます。ボテボテと、大丈夫かな、せめて僕が投げる試合は打ってくださいよと言ってるのは菊池投手ですね。ヒットを打つのにこんな難しかったっけと言ってますが、どうでしょう、球が遅すぎるんじゃなくてバットが遅すぎる。バットが遅すぎる。一応の目がダメになっていると聞きましたけど。おお。だからボールが前ほど見えないけど。昔はあの一郎の目はバーコードを読めるというぐらいすごかった、はい。目を走らせたらバーコードが読めるっていう。すごいですね。嘘ですけどね。え？でも今はやっぱり目に来てますかね。うん。うん、面白い。彼はある程度怖いそうと思ったけど、そうですね、イチローの今やってることを見ると、あの有名なテッド・ウィリアムズの打者を思い出してるけど、彼があの最後の4割打者だった、はい、で彼が40歳になると3割、はい、2割8分ぐらいに落ちたって、はい、次のシーズンに3割8分8人打ちました、うん、カムバック復活、うん、次の年42歳の時2割4分5人落ちちゃった。でみんな終わり、引退すべきだと言ってるテッド・ウィリアムズは、やだ、まだ引退が時期じゃない。で次のシーズンに3割2分8人、あ、また復活したでやめた。あ、そう。あら、すごいな。テッド・ウィリアムズ知ってます？テッド・ウィリアムズ。あの、メジャーで、最後の4割バッターで。うん、4割、いくらだな、2人かなんか打ったんですね。4割、ウェーブ1人だと思います。あの、最後がね、あの、なんだっけ、ダブルヘッダー。はい、それで、あの、もう休めって言われたのね、監督に。要するに4割を維持するために。ね。だからところが出ていってまたヒット打って少し打率を上げたというね、はい、なかなか素晴らしい。だからそれ臆病者じゃないだと彼は言ってて、うん、まああのね、日本の選手はあの首位打者取るためにアメリカ人の選手もやってるんじゃないですか。やってる。恥ずかしいことだと思います。あ、そうか。よく休む選手がいるんですよね、うんうん、ホームランとかはあの下がらないけれども打率は下がりますからね。だからテッド・ウィリアムズっていうのはすごく人気のある選手で、確か引退してからあのあれやったんですよね、あの、釣りの専門家、はいはい、釣りをやりたいっていうのでまだできるだろうって言われたら、釣りの竿を売るという商売がやりたいという、はい、なかなか面白い選手だったんですね。もしも戦争がなければベーブ・ルースよりもたくさんホームラン打ってたかもしれない。確かに2年間ぐらい戦争でダメなんて。第二次大戦争には2、3年に行って、それから、うん、コリアン戦争、あ、朝鮮戦争、朝鮮戦争、彼が呼ばれた、あの2年連続やりましたけど、で彼はあのジェットパイロットだった。あ、へで優秀のパイロット。すごい。で彼は腕はすごくいい。で、あのその後に政府が学校で教えてほしい、若いパイロットに。あ、で彼は今野球、ボストン・レッドソックスに戻らなくちゃならないと言って失礼しましたと。すごいな、それで戻った。でもそういう人間だから、うん、あのジェットパイロット、それから、うん、あのまあ、ダイビングのレーシーに一番いい打者という評判があって、はい、それからフィッシングする、あの魚釣りも、魚釣りもやるという。それは専門、あの世界一のランクだった。なるほど、なるほど。なかなか元あのアメリカ空軍なら、はいはい、のボブさんならではの情報でしたが、今日はもう一つ素晴らしい情報があって、はい、イチロー選手引退試合が決まったそうです。はい、いつ？5月？5月、はい、
25日、5月25日、これはまだどのメディアも報道していません、はい、5月25日、はい、シアトルでの、パドレスとの試合で、はい、を引退試合にして、はい、そこで引退すると昨日だと聞きました。昨日の大谷のパーティーで聞きました。大谷翔平さんのパーティーがあったらしくて、はい、それに行ったらシアトルマリナーズのバイスプレゼント、はい、副社長が来られていて、はい、そういうふうに言ったそうです。それ発表してよかったんですか。もうそのバイスプレゼントに、それはフェイクニュースかもしれない。裏は取れてませんが、これは裏の取りようがないですよね、はい、マリナーズのバイスプレゼントと言ったことも、バイスプレゼントは他の人のフラットの人は名前が言えないけど、はい、でまあ、みんな酒を飲んで喋りすぎだという話かもしれない。5月25日、イチロー選手引退にまでにヒットを打ってほしいですね、何本か、うん、ちょっと打たなさすぎますよね、20打席以上ヒットなしっていうのは、うん、ちょっとイチローらしくないです ね、その日までちょっと楽しみを、ね、はい、私はもう少し太った方がいいんじゃないかと思います。ちょっと痩せすぎかな。では2つ目お願いします、はい、JOC、はい、竹田会長を辞めると言ってました。